セキスタイルとは、黒板と白板が交互にタイルを置いて、自分の色の模様を作り、得点を競うゲームです。すべてのタイルを使い切ったとき、所持得点の多いプレイヤーが勝者となります。ゲームの準備すべてのタイルをシャッフルして、一つまたは二つの山を作ります。山から四枚タイルを抜きます。 この4枚のタイルは今回のゲームでは使用しません山から1枚タイルを引き、表にして場に置きますじゃんけんなどで黒番、白番を決めてください黒番が先行、白番が後行になりますゲームの進行黒番、白番と交互に山から1枚ずつタイルを引き、場に置きます 引いたタイルは場にあるタイルと辺を接するようにしか置けません。また、隣接した変動詞が同じ色でないと置けません。複数のタイルと隣接する場合も、隣接したすべての変動詞が同じ色でないと置けません。得点の取得と勝敗。 すべての辺が閉じられたら、模様が完成します。この場合、閉じられていない辺があるため、黒の模様は未完成です。黒の模様が完成しました。模様に含まれるタイルは3枚なので、黒版のプレイヤーは3点獲得します。白版のプレイヤーがタイルを置いて、白の模様が完成しました。 白番のプレイヤーは2点獲得になりますただし相手の色の模様ができた場合相手にも得点が入ってしまいます同時に模様が2つ完成した場合別々に得点の計算を行います山のタイルすべてを使い切るとゲーム終了です最後に ボーナス点の確認を行います。ボーナス点は、一番大きな模様を作ったプレイヤーが獲得します。得点は、その模様の半分の得点です。ゲームの勝敗は、最終的に所持得点が多いプレイヤーが勝者です。